今日午前、浜松市の証明書を発行するシステムがトラブルを起こし、現在もコンビニエンスストアでは一部の証明書が発行できない状態になっています。今ですね、システムの方がちょっとダウンしておりまして。浜松市によりますと、今日午前9時30分ごろ、証明書を発行するシステムがダウンし、住民票の写しや印鑑証明などが発行できない状態になりました。復旧作業を進めた結果、午前10時過ぎには区役所などの窓口でシステムが復旧したものの、コンビニでは未だに発行できない状態が続いているということです。原因について浜松市は、職員がデータベースを検索した際に絞り込みを行わなかったため、システムに負荷がかかったと説明しています。